クロス・カズオは、コンピュータゲームのプログラマ。株式会社ゲームスタジオ取締役。1979年4月、ナムコに入社。長野事務所で1ヶ月、横浜サービスセンターで8ヶ月の研修の後、ビデオゲーム開発を行っていた開発一家に配属。開発用機材の作成に始まり、プログラマとして、深谷昭一、岩谷徹と共に、 同社の黎明期を支えた。深谷が神様と称されていたのに対し、難解な常人には理解不能なプログラム技術を持ってハード的制約を打ち破り不可能に思える使用を可能にしてしまうことから悪魔の通りなもって呼び習わされた。岩谷は天才派だ。昼間は仕事をしていないように見えるのに翌朝には 企画が提示した仕様の先々を見越したプログラムを実装していたとクロスを表し、ボスコニアンやリブルラブルで共に仕事をした佐藤誠氏は急遽仕様を追加する際、口頭での説明中もコンピュータ画面に向かってキーボードを操作しているだけだったが、それは仕様を聞きながらその場で実装し、プログラムを完成させていたとのエピソードを語っている。1985年、 遠藤正信と共に独立し、株式会社ゲームスタジオを設立。以降も取締役に身を置きつつ、プログラマとして現役で活動している。ありがとうございます。